ということでですね、ひろゆき君、着付けていただいて、着付けていただいてからの、はい、私たち、すごく神聖な場所に来ております。すごい雰囲気、初めて入ったお部屋ですね。ただいまから何をしましょうか。お茶を立てたいと思います。そうですね。はい、ということで皆さん気になっていると思いますが、真ん中にいらっしゃるのが、そうです、本日、先生をしてくださる小林先生でございます。よろしくお願いします。素敵です。僕たち佐渡初めてなんですけども、はい、初めての僕らでも、はい、大丈夫ですかね。大丈夫です。もちろん、はい。まあ、先生がいればね、まあ、大丈夫ですわ。はい。そんなに難しいものでもないんですかね。そうですね。はい。はい、もう皆さん最初は初めてなので、はい、今日はこの掛け軸にも初めの一歩ということで、一という、はい、掛け軸を素敵な言葉かけさせていただきましたので、ありがとうございます。わざわざ、はい、お二人が YouTube 始められるのも、はい、なんかこう40代というきっかけを機に何かこう始めていろんなことをチャレンジしたいということで、はい、嬉しいです。はい、かけさせていただきました。なんて粋なことをしてくれるんです本当に。ちょっと改めて背筋を伸ばしてひろゆき君、はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。最初にお菓子をお配りしました。で、茶道の場合は、お抹茶をいただく前にすべてお菓子を召し上がっていただいて、ちょっとお抹茶がこうほろ苦いですので、口の中に甘みを残して、その後にお茶を楽しんでいただくという順番になります。で、最初にですね、お色をですね、両手で持ち上げていただきまして、いただきますということで軽く会釈をしていただいて、でそちらに黒餅という用紙がついておりますので、こちらで3つか4つぐらいに切って刺してお召し上がりください。はい、はい、どう？長いよ。いただきます。うん、すごいあれですね、爽やかですね。そうですね、うん、仕上げます。まずですね、私はこのふくさというきれを使ってお茶の道具一つ一つを清めてまいります。もちろんお客様の前にお出しするときにはお茶の道具は一つ一つきれいになっているんですけれども、このようにあえてお客様の目の前で清めることで、お茶の道具を清めながら自分自身の心を清めて、またそれをですね、ご覧になっているお客様の心を清めてお茶を召し上がっていただくときには、まあ、心に何もない正常な気持ちで召し上がっていただけるようにといった意味でございます。そしてこう今から私がやる動きはこう空手図と申しまして、手を清めている動きなんですけれども、私どもの人間の5本指には万物を構成する5つの要素があると言われていて、この薬指が水の指と言われております。今からお茶をお立てしますので、この薬指、水と水の指をですね、引き合わせて水を呼び起こして手を清めるという、そういった所作をしております。
茶碗の前にお座りいただきまして、はい、お茶碗をですね、右手で取っていただいて、左手のひらに受けていただきます。はい、で右手はこうちょっと添えていただいて、左手のひらにこうお茶碗を受けていただいて、はい、そうですね。でそのまままたご自分のお席にお戻りください。お先にいただきます。よかろう。でお茶碗には必ず正面というのがございます。で今日はそのところは前が少しへこんでいるところ、はい、そこがお茶碗の正面で、はい、お茶碗の中で一番大切にしているところ、きれいなところです。はい、少し回して召し上がっていただきます。はい、そうですね、90度1回回していただければ結構です。はいはい、そしてぜひ一口お召し上がりください。ありがとうございます。初めて飲んだ。あ、本当ですか。美味しかった。初めて飲んだ。同じように右手でお茶碗を取りになって、左手のひらに受けていただいて、はい、右手を添えて、またご自分の席に一度戻ってください。お商売いたします。よかろう。やかましい。結構でございます。素晴らしい。ああ、クリーミーですね。あ、そうですね、はい、本当に抹茶の粉にお湯をかけて、はい、この茶筅で泡立てるんですけど、うん、その時に粉っぽさが残らないように、うんうん、ちょっとこうクリーミーになるようにするのは心がけてます。やっぱりお茶の粉ですけども、はい、こういうクリーミーさっていうか、はい、泡の立ったお茶は飲んだことないので、うん、確かにそうですね。それが昭和56年、ちょうどお二方が生まれた年に私の祖父がデザインして作ったお茶碗でございます。はぁ、鳥って言われた時に、はい、もしかしたらって思ったんですけども、そうやって選んでいただいたんですね。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何から何まですごいよ。お茶から掛け軸かな。煮込みとお茶碗の底は煮込みというんですけれども、下が少し青くなっておりまして、上のところが少しこう白くなって、はい、こう光がこう溢れ出るようなお茶碗になります。富士茶碗です。富士茶碗、すごい素敵。少し引いて左手の甲を清めて、そうです。そして次右手の甲を清めて、はい、で最初に右手でその茶杓と言われるお茶をすくう道具を、はい、お取りください、はい、で左手で赤い茶器というのを、蓋が開きますので、右手の指3本で、はい、上から、そうです、蓋を開けていただいて、そのまま右膝のあたりに置いてください。はい、で、お茶をすくいますので、すくうように持ち直していただいて、お茶を2すくい半すくいます。ちょっとお茶碗に近づけていただいて、1つ、はい、山盛り、そうですね、これぐらい入れていただいて、もう1回、同じようなのを入れていただいて、はい。あともうちょっと調整するような感じで半分ぐらい入れてください、はいはい、そしてお茶碗の下、漢字の一の字を書くようにお茶をほぐしていただきます、はい、そしてこの茶杓の先にお茶がついているので、お茶碗トントンと2回、はい、そしてまた蓋を閉めますので、そうです、指3本でお持ちになって、ご自分の前で蓋を閉じて、そちらのところに真横に置いて、では次はお湯をすくいます、はい、真ん中の節というところを下からですね、そうですね、すくうようにお持ちいただきまして、今釜の温度上と下でちょっと違いますので、はい、一回すくっていただいて、湯返しといって、釜の外でお湯を一度こぼします。はい、そのあたりから漏れないようにこぼしていただきまして、でもう一度お湯目いっぱいすくっていただきまして、お茶碗に入れて前にゆっくり入れてください。3分の1、はい、こうです。でまた起こし、上の方に上向きにしていただいて、それでまっすぐ置きます。はい、で、良いお茶を立てます。お茶碗大体時計に見立てていただいて、はい、1時から7時に向かって斜めに茶筅を動かします。はい、はい、で、では右手でお茶筅を取っていただいて、はい、左手で斜め上からお茶碗軽く押さえていただいて、はい、で茶筅を振ってみてください。今濃い緑色ですけれども、だんだん振っていくと、黄緑色、そして先ほどのようなこう泡が立っていきます。スピーディーにってことですかね。はい。
仕上げに最後漢字のおつの字を書いていただいて、お茶碗の真ん中からゆっくり上げます。そうするとこうふわっと、あ、美味しそうです。はい、いい感じですね。はい、しましたら、右手でお茶碗取っていただいて、左手に受けて、はい、ちょっと正面回しますので、向こう側持って90度2回回していただいて、こちらの畳に、右手で、はい、そのまま、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、でもすごいお上手にお立てになられてます。じゃあ同じように右手で取っていただいて、左手に受けて、ちょっといただきますということで軽く会釈をしていただいて、で時計回りに1回90度回して、はい、それで一口召し上がってください。先生と違いますね。全然違いますね。はい、はい、苦さが引き立っちゃってますね。本当ですか。うん、少しお茶も立てる時間が長くなったりすると、こう苦みが強くなったりとか、うん、粉っぽいですね。下の方がやっぱり先生の凄さが分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。またこれも今回はあの山田さんが久保さんのために作っていただいたお茶碗ですけども、少し先ほどと少し印象とイメージが違うと思うんですけど、はい、違いますね。ちょっと中のまた見込みというお茶碗の底を見ていただきたいんですけども、はい、中心にこう丸いボールのようなものがあって、はい、その周りをこう取り巻く、まあ、エネルギーといいますか、はい、力強さがありまして、ええ、あの元々野球をされてたということでお伺いしまして、はい、ちょっとそれにぴったりの一番を選ばせていただいて、真ん中にあの野球ボールがあって、確かこう投げた時のなんかちょっと感じたんですよ、それ。ありがとうございます。お、本当だ。少しこうなんか高校野球みたいな、少しこうちょっと土、埃っぽい感じの、うん、その中にあるボールと、あとそこにあるっていうような、はい、ちょっとそういうテーマで一番まださ選ばせていただきました。ぜひこちらで、はい、はい、ありがとうございます。本当にそこまで考えてくれる、すごいよね。人生考えよう、もうちょっと僕らも。本当だね。ありがとうございます。では先生、よろしくお願いします。はい、左手をの甲を清めて、そうです、で右手の甲を清めます。はい、で、あの今おっしゃっていただいたように右手で茶杓というそのお茶をすくう道具をお持ちになって、はいはい、で左手で赤い茶器をお取りになって、はい、でご自分の前で重い目で、はい、蓋を開けて右膝のあたりにそのまま返さずに置いていただいて、はい、で蓋すくい半をすくいください。はい、あのまあ、たくさん入れれば濃くなりますし、少なければあの薄いお茶になりますが、プロテインで言ったら2スクープだ。一緒にすんな。でちょっとこうほぐしていただいて、はい、でお茶の先に茶杓についたお茶を2回トントンと軽く打って、はい、そして蓋を閉めてください。はい、そして次はその柄杓という真ん中節お取り、下からお取りいただいて、はい、由来酒をします。一柄杓すくっていただいて、はい、お湯の温度に定するように、はい、こぼさないようにゆっくりこぼしていただきます。そしてお湯を目いっぱいすくっていただきまして、お茶碗に入れてまいります。はい、そのままそうですね、こぼれないようにして、だいたい3分の1ぐらい入れますので、ゆっくりお入れください。はい、結構です。はい、で残りのお湯はもう一度お釜の中にこぼしていただいて、はい、残して、はい、そうです、お茶筅もお取りになって、はい、お茶碗左手で押さえていただいて、はい、お茶を立ててください。1時から7時、はい、その濃い緑色がだんだん黄緑色になってきて、だんだん泡がこう出てきます。最初大きな泡が出てきますので、大きな泡が出てきたらその泡を細かくするように少しずつ、表面の方に茶筅を動かしていただいて、最後が漢字のおつの字を書いて、お茶碗の真ん中からゆっくり上げていきます。じゃあ右手で取って左手に受けていただいて、正面を90度で回していただいて、こちらの畳に、はい、いかがでしょうか。右手でお茶碗を取りになって、いただきます。左手に向けて
ていただいて、ちょっとお尻に当たって正面をちょっと先に伸ばしていただいて、どうぞ召し上がってください。お、ちょっと苦味あるけど、ちょっと近いよ。本当？うん、先生に。あ、おいしい。ああ、よかったです。素晴らしいです。お茶の子でいらっしゃる。よかったです。静岡の子でよかった。お茶の子。お母さんお父さんありがとう。ありがとう。はい、はい、ということでね、ひろゆき、どうだった？初めての。いや、初めての経験で背筋がピッとして、うん、先生の所作が素晴らしくて。素晴らしいよね。見入っちゃいました。先生だもん。そりゃそうよ。先生、いかがだったでしょうか、この二人の茶道というのは。はい、はい、あ、素晴らしかったと思います。はい、ありがとうございます。本当にね、言っていただけるんですよ。そう、だけどね、それをね、真に受けてはいけない、私たちは。でも、やりたくなったよね、茶道っていうのね。やってみたくなったね。味がね、ちょっと先生にはね、ならなかったけど、まあね、楽しかったね。楽しかった、楽しかった。本当に普段あまりね経験しないことなので、はい、やっぱり普通に来てたらこう茶道やろうって思わないとやっぱりやらないし、うん、本当にいい経験をさせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。山田さんもありがとうございました。お茶もありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイ。